きらめき高校東照大光。はい、はい、今日もやってまいりましたもんなもんなはい、やってまいりましたきらめき高校東照大光のコーナー、司会進行を担当する名沢富吉和こと上田雄二です。で、今回のゲストですよ。根性よ、根性で頑張ってこと、あ、虹の咲子こと何やだ菅原幸子です。はい、では早速質問いってみましょう。神奈川県のペンネーム、ものすごくいい人ケンジさんからの質問、ありがとう。6話のステレオドラマのお題のところで上田裕二さんがさっき紐見ちゃってさ、買っちゃうのと言っていましたが、紐とは何ですか。気になってご飯も喉を通らず夜も眠れません。どうか教えてください。それでは坂橋さん、どうぞ。俺が言った方が早いんだよね。いや、だからパンタン、なんでもないんです。本当にただ洋服の紐がね、ひろってなったんです。本当なんです。それを大きく膨らまされちゃったんです。洋服の紐って何、なんかいろいろあるよね。わかんない。お姉様方、だからマイクを掴まない。ほら止めてください。どこの紐、どこの、あ、だからどんな紐だったんですか。どんな紐なんだ。だから綿でできてんのか。何色、綿か。だから安心してください。大丈夫です。何が安心するんだろう。ちょっと待ってくださいよ。見たのは俺だ。寝れないんだぞ、ケンジ君は。まだ眠れなくなるじゃないか。じゃあ私がね、眠り歌をね、歌ってあげますか。眠り歌ってなんだ。あ、ごめんなさい。眠れ。あんた落ち着きないな、本当に。だから本当に何でもないんです。安心して。早死ぬこと言うか。だから下着の紐です。言っちゃった。セクハラなんです。ねえ、セクハラなんです。しょうがないじゃん、見えちゃったんだからね。ひどいね。女性がいっぱいいるのに、もう出さされちゃうよ。まあ、出さされちゃうよね。そうなんです。で、なんかありますか。そうですね、特にないか。はい、どうもありがとうございました。終わりですか。終わりです。